さあ本日もマウスカーソルを探せの時間がやってまいりました。この動画はポケモンにおけるマウスカーソル混入を視聴者参加型でお送りする動画です。これから画像や映像をお見せしていきますので、ウォーリーを探せの要領で皆さんもぜひ一緒に探してみてください。まず直近で話題になったのは2020年1月9日に放送されたポケモンダイレクトです。その放送での15分24秒あたりの画像がこちらです。今映っているので5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。この画像をよくズームして見てみますと、後ろ向きの女性のバッグのところに明らかにマウスカーソルが存在していますね。一応開発途中的な映像ではありますので、ミスではない可能性もありますが、ミスで混入してしまったという見方が大勢を占めています。このマウスカーソルについて、作りが適当すぎだろという怒りの声や、わざと入れてるの、何かの伏線かという混入に意味を見出そうとする声も上がっています。しまいには剣盾の伝説のポケモンでしょと茶化されていましたね。ちなみにこの世間の声からも分かる通り、実は以前からマウスカーソル混入は騒がれていたようです。ここからは過去のマウスカーソル混入事例を古いものから順番に見ていきましょう。ここからもぜひ一緒に探してみてください。まずは2019年9月4日に放送された海外版の任天堂ダイレクトです。その放送での3分37秒あたりの画像がこちらです。今映っているので5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。この画像をよくズームしてみますと、女性の髪の毛の部分に座っています。今流行の髪飾りなんですかね。ちなみにこれは海外版でのみ出現していて、日本版の任天堂ダイレクトでは映っていないんですよね。海外版は9月4日に放送されていて、日本版ではその次の日の9月5日に放送されていますので、多分海外で放送してそれで指摘されて修正したのかもしれませんね。ほぼ全く同じ映像なのに日本版だけでマウスカーソルが混入していないのはおかしいですからね。ということはマウスカーソルはやはりゲームフリークとしても意図してないものと推測できます。次は剣盾のゲーム内でのオープニング映像です。ここにもマウスカーソルが存在しています。まずは映像を流すので探してみてください。見つかりましたでしょうか。それではスローモーションでもご覧ください。ロゴマークの左側あたりにぽつりとマウスカーソルがこんにちは。元気な挨拶をしてくれてますね。これは YouTube みたいのを見てるから、実際にマウスカーソルを意図的に出してるんじゃないか、つまり演出じゃないかとおっしゃる人もいると思います。ただ実はこれ、このオープニングの後に主人公がこの映像をスマホで見ているとわかるんですよね。ですのでこれはミスによるマウスカーソル混入だと考えられるわけです。次は剣盾のゲーム内でのエンディング映像です。ここにもマウスカーソルが登場します。こちらも初めに映像を流すので探してみてください。見つかったでしょうか。それではスローモーションで改めてご覧ください。ゴリランダーの後ろあたりでマウスカーソルが縦横無尽に激しく躍動していますよね。冒頭で触れた世間の声にあったように、まるでポケモンかのように動いていましたね。これはシンプルにいかついです。最後は剣盾内での大切なものにある探検心得で見つかります。実はこの探検心得では3つもマウスカーソルが存在しています。まず1つ目はこちらのダイマックスの説明の部分です。今映っているので5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。この画像をズームしてみますと、かなり小さいですが腕力の飛ばした瓦礫の端あたりにぽつりと寂しそうにマウスカーソルがさまよっていますね。迷子案内所にでも連れて行きたくなりますよね。引き続き探検心得の2つ目、3つ目のマウスカーソルに参ります。これはいずれも料理の説明の部分にございます。非常に小さいですが今映っているので5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。これは少し難しかったですかね。まずはうちわで仰いでいるところに一つ、まるで自分がうちわになったかのように演じていますね。演技が下手ですよね。次はイーブイたちのそばに鎮座しています。自分もポケモンだと言わんばかりの登場です。これらをマウスカーソルだと断定するには小さすぎますが、あふれんばかりの面影はございます。各所で指摘されている通り、これはマウスカーソルで間違いないと思います。ほうまけ。ネット界隈ではネタとしてマウスカーソルはこんなとこにも登場していると話題になっていました。
まずは剣盾内の道具としても存在する毒針です。これは一目でマウスカーソルだとお分かりいただけたでしょう。5秒もいらないですね。いかにもギンギンにマウスカーソルではございますよね。もしかしたらマウスカーソルはこれを参考に作られたかもしれません。これを見つけた人を地味に尊敬しそうになります。しないですけどね。次は皆さんの記憶にも新しいこの巨大マックス状態のインテレオンの画像です。今すでにマウスカーソル状のものが映っていますが、少し難しいので5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。なんとマウスカーソルが武器として使われていますね。将来的には武器としてマウスカーソルがポピュラーになり、いずれは世界へ羽ばたいていくかもしれませんね。最後は懐かしのおそらく金銀のマリルの画像です。これは少し見つけるのが難しいですが、5秒で探してみてください。5、4、3、2、1、0、終了。この画像をもっと近くで見てみましょう。マウスカーソルがマリルのお尻にちょっとつ申し、マウスカーソル氏は相当なアナリストだったのかもしれません。彼は将来立派なセクシー男優になるでしょうね。ということで今回はマウスカーソルを一緒に見つけてきましたが、どうやらマウスカーソルはマウス、つまりネズミを荒らしているので、ピカチュウを荒らしているのじゃないかという都市伝説もあったりします。もしかしたら近年影が薄くなりつつあるピカチュウの存在をゲームフリークはもっと広く知らしめたいのかもしれません。それでは本日のマウスカーソルを探せはここまで。ではまたお会いしましょう。